はい、続いてこちらですね、ホイコーローをね作ります。自分ねいつもねクックパッドシリーズの、あれクックパッドじゃない、クックドゥか失礼しました、クックドゥシリーズのホイコーローを使うんですけど、今回初めてこれを買いました。なんとかさんの、監修のね違うか、まあいいや、ホイコーローですね。これね、なんだろう、いつも使ってるクックルーのね、ホイコーローはね、まあ、1箱98円ぐらいなんです。これ、1箱198円、2倍の、お値段なんでね、ちょっと、これは期待できるんじゃないかなと、ちょっと思ってます。こちらね、人参と、あと、マンピーと、あと、ベキャツと、あと、バラブタ。こちらをね、使います。はい、というわけで、できました。久々のホイコーローですね。ホイコーロー？ホイコーロー。こんな感じで、ちょっといきますよ。こんな感じで、ね。いいね。ちょっとピーマンたっぷりですね、今回。で、今回ブラックニッカのディープブレンドでいきます。最近注目されてるね、ちょっと人気急上昇中のわわわさんっていう人かな。ハイボールの人ね。に、見習って、今回、超スーパーハイボールをね、ちょっと作りたいと思います。はい。じゃ超スーパーハイボール、ブラックニッカディープブレンド。おら、ハイボールは濃いめでガツンといかないとダメだよね。ああ、すいません。これが男のハイボールです。さあ、行くぞ。ほんと男のつまみって感じじゃない。うん。うん。うん。やっぱりいつも使ってるクックドゥのね。ホイコーローとはちょっと違うね。甘みを、甘みを強調したような、なんつうんだろう。これもうまいけど、やっぱ俺クックドゥかな。はい、ちょっとね、入ってこないでくださいよ、あなた。来ないでね。バイバイ。バイ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 。バイ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 。はい、ちょっとね、お酒のつなぎにこちらのね、炭水化物を取りたいと思います。こちらね、ちょっといくら400円くらいかな。400円から500円くらいの、ちょっと意外と高いものですね。瀬戸内名物、アナゴ飯。容器にお米と具材を入れるだけ、電子レンジでふっくらお米が炊き上がる蒸らし時間がうまさなんて決めて、もち米使用。5分レンジで簡単調理ですね。これちょっと面白そうだったんで買ってみました。まあ、ちょっと今、ここをね、見ながらポイントしながら、ちょっと説明しながらちょっと調理していきますけど、すいません、すいません。で、この中、容器開けた中が、こちら、アナゴ飯のアナゴかなこれ。わからん。で、アナゴのスープ、つゆ、で、米が入ってます。これ全部こっちにぶち開けて、で、電子レンジに入れるみたいですね。で、まず米から入れますけど。本当にちゃんと調理できるんかいなってぐらいの本当の
生米仕様ですね。本当にこれ米、生の米なんですけど大丈夫ですかね。生組、生米、生卵。で、あとはこの、こちらね。こちら、こちら、こちら。あ、アナゴ飯のアナゴですね。アナゴエキスたっぷり。で、これが、あ、アナゴの香りがします。当たり前ですけど、ちょっと値段が高いんでね、結構本格的な、お飯ができるんじゃないかなと。スババッとこう。いきますよ。で、あとはこれを、よくかき混ぜて、できるんかいな。電子レンジ、電子レンジ500ワットで5分。で、蓋をしてレンチンか。はい、この中国製のね、ツインバードの500ワットの、5分加熱が使用しました。うさんくさいですけど、ちょっと。うさんくさいですね。で、ここで開けちゃいけない。熱っ、熱っ！ここで、3分放置。ちょっとこれ、ここをエルボーで消して。3分放置ですね。おとなしく。はい。はい、では、めでたく、3分経ったんで、ご開帳ですね。ちょっと今、YouTube 用にも撮ってるんで、ちょっとこんな感じのアングルになりますけど。ご少々ください。ありがとうございます。まあ、なんてことはない、こんな感じなんですけどね。美味しいんでしょうか？ちょっと一口。パックンチョ。こんな感じ。うん！アナゴの、いい、人懐っこい味わいっつうかね。脂っこい、いい感じの出汁が。出てます。米少ねえな、もっとたくさん欲しいですけどね。うん、まあ美味しいっちゃ美味しいけど、ちょっと値段が高い。うん、酒の締めに、あ、いいんかもしれないね、こういうのね。うん、来ないで。今回こちらのホタテ紐、198円、ちょっと結構たくさん入ってて198円、お買い得かな、わかんないけど、ちょっとこれをね炒めます。こちらね、新玉ねぎの、残りをね、まず中火でじっくり炒めてね、まあ、甘みが出てるんで、ちょっとで、ここに、全部多いかな。で、バターを少し入れる。私ちょっとね、乳製品苦手なんですけどね、ほんのちょっとのバターの香りってね、好きなんですよね。ちょっと矛盾してるとこあるんですけど。で、岩塩。で、胡椒がどこ行った？あった。で、最近ちょっとハマってる、パンダ。
火加減が分かんないんですけど。はい、できました。新玉ねぎと、ホタテひもの、バター炒め、バター塩炒め。で、今朝ね、仕込んどいた、まあ本当にもう、鎌田のだし醤油でね、ちょっといい感じに味付けしたね、まあ、大根のね、煮込み。これ、ね、今日一日冷蔵庫で寝かしてね、冷やした時が本当に超うまくね、味がね、染み込んでるんですよね。で、とろ豆。で、白ホッピーでいきたいと思います。こちらが、この目ですね。で、こちらが大葉の刻み。これがもう、ほんとうめえわ。ホタテひもはなかなかくっつくとね、口の中に残りがちなんですけど、これがまたつまみにいいんだな。だから来ないで帰ってバイバイ。ちょっとおじさんね、ゴミのね掃除で忙しいんだよ。これ。はい、皆様お晩でございます。今晩の出し物はこちらですね。まあ、見ての通り、何？こちら、焼きそば弁当。ね、北海道限定なのにね、北海道工場から、お届けします。見ますか？読めますか？はい、お届けします。早いぞ！特急ネット1分でできそうですね。中華スープ付き？よくわからんけど、イカの旨味が止まらない。イカが入ってんねん。エクスプレス。焼きそば弁当エクスプレス。これが正式名称ですね。焼きそば弁当エクスプレス。この角度がいいですかね。これね、まあ、期間限定とかあるんですけど、北海道にしか売ってないらしいですね。道民しか、食べられないらしい。で、道民の人は、北海道の人はペヤングが売ってないらしいですね。北海道のスーパーとかね。だから道民の人はペヤングは食えないけど焼きそば弁当は食える。でも道民以外の人は焼きそば弁当は食えないけどペヤングが食えるという、まあそんな感じの、よくわかんないんですけど、ちょっとこれから食べてみます。要するにこれはまあ、本当に1分でできるのかな。まあ特急って書いてあるからね、ちょっと開けてみます。こいつの中身が、火薬ね。ちょっともう今から言っちゃいます。火薬と、まあ、これはいつものお約束ですね。カップ焼きそばの場合はね。お約束で。で、あとこれね。まあ、ふりかけ。最後にね、かけるやつ。で、これ、ね、中華スープ豪華に。戻し湯でいいんだ。戻すときに、へぇー。経済的。やるね。焼きそば弁当。中華スープついてんだ。マジかい。へへ。で、エクサイソースついてます。で、お湯が沸きました。あっつっちゃ。あれがない。あ。よいしょ。一分ですね。ちょっと汚い台所だな。ちょっとで一分。すごい熱湯だ。まあ、これ入れてだ。でも、1分待ちます。で、1分ね、ちょっと待ってる間ね、ちょっとね、これだけではちょっと、栄養がね、偏っちゃうんで、ちょっとね、これ、キャベツがね、すごい余りまくってるんで、恐ろしいほどね。これキャベツ乗せして、マシマシにしたいと思います。で、1分経ったんで、ちょっと、キャベツ炒める前に、ちょっとこちらのね、例の
中華スープ戻し、これを戻し湯でいいんですね。何ミリだこれ。で、150ミリリットルつと1カップ弱ですね。ちょっとテンポよくいきたいと思います。どのぐらい、いや、この前で適当です。あ、で、あとはこっちに捨てます。あ、配管がやばいな。1分でいいってすごいね、経済的だね。で、もうね、先にこっち作っちゃいますね。液体ソースをかけて、で、ふりかけを最後にかけると。で、こっちもその例の中華スープね、戻し湯だけでいいんだね。画期的ですね。ちょっと飲みます。あ、中華スープの感じがします。これ初めて本当に正直食べます。焼きそば弁当、道民の人はね、道民の人の意識するカップ焼きそば文化っていうのはどういうものか、ちょっと初体験ですね、これ本当に。焼きそば弁当ね、なんで焼きそば弁当って言うんですかね、表現がね。焼きそば弁当って言ったら、普通に焼きそばとプラスご飯がついてるイメージがあるんですけど、焼きそばだけなのに、焼きそばしか入ってないのに焼きそば弁当。何なんだろう。吉野家のお持ち帰りもね、お弁当って言うんですけど、弁当じゃないじゃん。お持ち帰りってテイクアウトって言えばいいだけじゃん。ちょっとお味見します。うん、上品ですね。ペヤングに比べて、ペヤングはごっつい感じっていうイメージがあるんですけどよくわかんないですけど、これちょっと繊細な感じ、繊細でスマートで上品でちょっと細い感じですね。麺がでしなやかで、ちょっと甘みがちょっとあります。うん。あ、結構いける。ああ。じゃあ、キャベツをアホのように炒めます。しなってきたら、パンダちゃんと、お塩ちゃんと、胡椒、ニンニク少々で、あと炒めます。またね。はい、じゃあ、ね、ちょっとキャベツ増し増しで、金宮のちょっと濃いめのホッピーいきます。じゃあちょっとこれをね、あっ、ちょっと待って、汚ねえな。ちょっと今回はこんな感じで勘弁してくれ。うまきらいいんだよ、うまきら。キャベツ増し増し、キャベツ増し増し、キャベツ増し増し。じゃあちょっとね、もう一回、ちょっと冷めてるけど、うん、うん、うまいな。うん、焼きそば弁当ちょっと甘みが強いけど、うん、うん、
うん、うまいな。でも1分で湯戻しできるってすごいね。秘伝のスーパー中華スープ。うん、うまいね。いいよ、焼きそば弁当。こちらちょっとね、贅沢シリーズ企画、とびっこ、まあ、いそっことね、いくらの丼と天野フーズの贅沢味噌汁ですね。ちょっと今回体に悪いんですけど、贅沢しちゃって酒の締めにねいやいやいや、これがうまいんすよ。まあうまくないわけがない。うん、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 いくらの殺人的な甘さと、うん、うん、とびっこのプチプチ感、うん、ふふふ、ふああ、幸せすぎ。この丼一杯で、はっきり言って、うん、1000円以上はします。うまっ。これ入れんの忘れた。すごいですね、これ本当に。番犬代わりっていうかね、これ絶対の猫はね、ビビって入ってこれません。頭いいですね。はい、ではね、今日はね、まあ休日の土曜の休日の、飲み撮影ですね。はい、ね、なんだっけこれ、あれ出てこねえ、メバチマグロすまんと、ごぼうサラダとキャベツサラダで、これが、薬味たっぷりの刻みネギ、刻み海苔たっぷりの、納豆ですね。で、あとはこのタコ飯、以前ね、アナゴ飯っていうね、同じまあ商品のねシリーズあってね、そのアナゴ飯を食って、今回タコ飯に行きます。ダメだ。はい、ちょっとテイク2いきまーす。はい、皆様お疲れ様です。ね、土曜日の、休日の、晩酌タイムといっても、今ね夜中の1時ちょうど1時ジャストですね。もう日付変更線がとっくに変わって、
日曜日になっちゃいました。これあの大目鉢マグロの刺身と、ごぼうサラダとキャベツサラダで、薬味たっぷりの、納豆で、これがあの穴子飯っていうね、あの以前食ったことなんですけど、そのタコ飯バージョン食います。熟成で久々に、乾杯ときましょう。熟成ね、結構ねいいんですよ。いいの。3分間蒸らします。例によってね、メバチマグロ、あのこれあのタイムセールでちょっと半額580円、何いかない580円が、295円、まだ酔ってません。うん、ああ、効く。はい、蒸らし完了ですね。うん、中身こんな感じ、タコ飯です。ああ、うん、タコの香りがします。ちょっと、なんだろう、ちょっとおこげの再現もされてますね。こんな感じで。ちょっと今回ちょっと水分多いか、そんなことねえわ。まあいいや。うん、穴子飯の方が良かった。